インドネシア住んだ人の後悔なんですけれども、台湾もカンボジアもラオスもミャンマーも、東南アジア同じなんですけれども、やっぱりですね、現地の食べ物が合うかどうか、あと現地のその気質、人との気質、あと宗教的に混在しているのが、東南アジアということなので、例えばインドネシアは、世界一、イスラム教徒の国ですよね。ただ、イスラム教徒としても、中東のイメージと過激なイメージではなくて、穏やかな人が多くて、結構、僕は優しい人が多いなと思うんですけれども、そういったところが合わないとかですね。あとは、ラオスとか、カンボジアとか、ちょっと言葉が通じづらいところがあったりするので、やっぱりちょっと現地の言葉が、わからないと厳しいかなってところもありますよね。ミャンマーも、書く文字がちょっと違ったりしますよね。なので、その辺は短期滞在で合うかどうかチェックされたらいいかなと思います。で、インドネシアとか台湾、カンボジア、ラオス、ミャンマーですね。